談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂榎本です。よろしくお願いいたします。と今回はですね、二次練習様のお道具のちょっと並べ方をお話しさせていただきます。今こちらお仏像用意させていただいたんですけれども、まあ、上の方は日蓮宗様のご本尊様が並んでおります。今、まあ、日蓮聖人様であったり岸本人様、大黒天様とかいらっしゃいます。でちょっと下の方に下がりまして、奥ですね、奥のところにお位牌をお祭りするところがありますので、そこにお位牌をお祭りしていただきます。でそして前ですね、両脇にこういった赤いものがありますけども、こちら高槻と言いまして、こちらはお供え物をしていただくところになりまして、こちらに半紙であったり返しをちょっと引いていただいてお供え物をしてください。で真ん中こちらですけれども、ここはご飯をお供えするところで、両脇はお湯のみになりますので、水とかお茶ですねをお供えしてください。でご飯もここは落とし蓋になっておりますので、こちらの落とし蓋の上にご飯の方をお供えしてください。で次下の方に下がりまして、こちらですけれども、ここはお花立てですね。で真ん中がお線香立てで、右側がろうそく立てとなっています。でこちらは蜜不足といいまして一つずつになってますけれども、あとは場合によっては五不足といいまして、お花が2つ、ろうそくも2つ、お線香立てが1つと5つ並ぶような状態もあります。ただ今回は蜜不足という形で並べております。あとちょっと上に上がりまして、この両脇に吊ってる分ですけれども、こちらは灯籠といいまして、中が電気がつくようになっております。でこちらの吊り物の分と、あと奥ですね、こうちょっとジャラジャラしてるんですけれども、こちらは洋楽といいまして、お仏壇の中の称号、まあ、お飾りになっております。ですから西蓮宗様はこういった形で吊り物もちゃんと吊ります。であとこういった形で先ほどお話したようにお供え物、できる範囲内でお供えをしてください。はい、簡単ではございますが、以上で西蓮宗様の一般的なお道具の並べ方となります。はい、以上今回は以上です。ありがとうございました。